皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校2年生の算数、時刻と時間の内容です。今から一緒に時刻と時間について勉強していきましょう。1年生の時、時計の学習をしましたね。家を出る時の時計です。何時だかわかりますか？短い針が8、長い針が12を指しているので、8時ですね。学校に着いたのは何時でしょう？短い針が8と9の間、長い針が3を指しているので、8時15分ですね。では、家を出てから学校に着くまで何分かかったのでしょう？動画を止めて、問題をノートに書きましょう。書き終わったら、動画の続きを見ましょう。家を出た8時や学校に着いた8時15分を時刻と言います。家を出てから学校に着くまでの間を時間と言います。問題を確かめましょう。問題は、8時から8時15分までの間はどれだけですか？でしたから、8時から8時15分までの間の時間を求めるのですね。今日の目当ては、時間の求め方を考えようです。ここで動画を止めて、目当てと自分の考えをノートに書きましょう。書き終わったら、動画の続きを見ましょう。時計は長い針が一目盛り進むと1分です。5とびで数えると早く数えられますね。時間は求められましたか？答えは15分です。では、まとめをします。時間を求めるには、時刻と時刻の間の目盛りを数えます。この時、長い針が一目盛り進むと、1分ということを使います。動画を止めて、まとめをノートに書きましょう。書き終わったら、動画の続きを見ましょう。次に、練習問題をやりましょう。消防署に着いた時刻と消防署を出た時刻です。消防署にいた時間は何分ですか？動画を止めて自分の考えをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。消防署に着いた時刻は10時。消防署を出た時刻は11時。時間は時刻と時刻の間の目盛りを数えるから、一目盛り1分とすると60目盛りで60分。
答え60分です。ここで短い針を見ると、10から11まで進んでいるので、1時間とも言えます。つまり、60分は1時間とも言えます。そうです。長い時間は何時間と表すこともできますね。さらに、次の練習問題をやりましょう。絵を見て、時刻や時間を言いましょう。近くに家の人がいれば、時刻や時間を使ってお話ししてみるのもいいですね。今日の勉強はこれで終わりです。ありがとうございました。